ウォルター・ヘンリー・トンプソンは、イギリスの警察官。1921年から1935年、及び1939年から1945年に、かけて、ウィンストン・チャーチルの護衛官を務めたことで知られる。1890年、サウスロンドンのブリクストンにて労働者階級の家に、生を受ける。13人兄弟の一人で、警察採用までは、 様々な仕事に就いていた。警察官としての最初の配属先はパディントン・グリーン署だった。やがて婦人参政権論者の運動激化を受け、警察当局では特別部の拡大を決定し、トンプソンもこの際に特別部へ志願した。1913年に特別部へと配属され、以後は婦人参政権論者の監視任務に参加し、 トンプソンは主要な運動指導者の名をほとんど把握していたという。その後、護衛官の任務を与えられるまでは、アナキストや諸外国の動向調査にも従事していた。1921年、トンプソンはチャーチルの護衛官に任命され、1935年に警察を退職するまで務めた。チャーチルには気に入られており、トンプソンの娘が病気になった時、チャーチルは、 自分の主治医を彼女のもとへ送り、さらに診察費の請求書は自分に送らせたという。しかし、任務上長期間にわたって離れ離れになることが多かったために、家族関係は悪化し、1929年には離婚を余儀なくされる。その後、共に過ごすことが多かった、チャーチルの次席秘書、メアリー・シェアバーンと再婚した。警察退職後は、家族と共に、 食料雑貨店を経営していたが、1939年8月22日に、チャーチルから護衛官復帰を求める電報を受け取った。この電報には、水曜午後4時30分ク井イドン空港で、私に会うとあった。当時、チャーチルは公職にはついていなかったものの、反融和政策の推進者として、ドイツをはじめとする諸勢力から命を狙われていた。そのため、 彼はトンプソンを週休5ポンドで個人的に雇ったのである。第二次世界大戦の勃発を受けてチャーチルが海場に就任し内閣に復帰するとトンプソンはスコットランドヤードに警察官として復職した。トンプソンは護衛官としてチャーチルと共に20万マイルを移動した。またチャーチル自身の無鉄砲な性格もあり、ロンドン大空襲の際に 爆弾編にさらされたとき、IRA、インドやアラブの民族主義者、ギリシャの共産党員、そしてナチスドイツの工作員といった諸勢力による暗殺計画が実行に移されたとき、あるいは単なる強人に襲撃を受けたときなど、チャーチルは20回以上も命の危機にさらされ、その度トンプソンに救われた。過酷な任務によるストレスから、 トンプソンは一時体調を崩し護衛官の職を離れたものの数週間以内に復帰している。トンプソンは常にチャーチルと共にいたため、チャーチルの妻クレメンティーンは彼を指して永遠の厄介者と称した。1945年、トンプソンはチャーチルの護衛を通じて祖国へ貢献したとして大英帝国メダルを授与された。1945年6月、チャーチルの退任に合わせて、 トンプソンも再び退職した。この際、ロンドン警視総監及び政府当局はトンプソンに対し、当面の間は解雇録出版を認めないことと、仮に出版された場合は、警察年金の受給資格が取り消される旨を伝えた。それにもかかわらず、トンプソンは35万語からなる原稿を書き上げた。これに検閲を加えたものが1950年代に、 アイワズ・チャーチルズ・シャドウのタイトルで出版された。カイコロ録の出版によって、一躍有名人となったトンプソンは、イギリス各地をめぐって著書に関するイベントに参加した。アメリカ合衆国でも出版され、トンプソンは、妻と共に、アメリカ国内で400回以上の講演を行った、他、EN、ツーテル・ザ・トゥルースのようなテレビ番組にも出演した。彼は、 スーテル・ザ・トゥルースに出演した際、300ドル、現在の2806ドルに相当の賞金を獲得している。1978年1月18日、87歳でガンにより死去した。死後、まとめにあたるリンダ・ストッカーが、検閲前の解雇録の原稿を発見した。ありがとうございます。